ここが渋谷か。やそいなまに比べると人が多い。道も入り組んでるし、迷わないようにしないと。おお、あれが有名な内高の銅像か。なかなかハイカラだな。記念に写真を撮っておこう。携帯の充電がない。俺としたことが、どうやら昨日の夜に浮かれすぎて充電をし忘れたらしい。でも参ったな。これじゃ目的地までのナビも使えないぞ。仕方ない、あの人に聞いてみるか。すみません。はい。ちょっといいですか。ああ、すみません、勧誘には興味ないです。勧誘？壺とか絵画とか今幸せですかみたいな。ちょっと待ってくれ、俺はそういうのじゃない。じゃあカツアゲ。君、どこかの高校の番長にも見える。違う、俺はカツアゲでも怪しい勧誘でもない。ただ君に道を聞きたいんだ。番長は否定しないんだな。実はここに行きたいんですが、知ってますか。ああ、ここならこの先の信号を左に進んで本屋の隣ですよ。ありがとう。ん？何か？いや、どこかで会ったことがあるような、ないような。確かにあるような、ないような。まさかペルソナ使い。いや、気のせいだろうか。なんとなく自分と似ている雰囲気を感じる。あ、すまない、変なことを言ってしまった。道を教えてくれて助かったよ。力になれてよかった。今のも新手の勧誘なのかと思っていたから。だから勧誘じゃないって。冗談ですよ。じゃあ俺はこれで。ああ、ありがとう。あの人、女性関係で苦労しそうなタイプだな。